はようございます。六甲の方ほら雲かかってるでしょ。なんかこれが雪雲になるのかな。ちょっとパラパラとね、あの雨が落ちております。朝7時34分です。おはようございます。今日も花園に向かっております。昨日僕はツイッターをね投稿するの忘れました。あの花園開幕っていうことを打とうと思っててツイッターでね、全然忘れてましたわ。今日はあの花園の、画像を貼ってアップすることにします。ちょっと今日は朝から雲が多くて、北部この阪神間の北の方、山の方には雲がかかって雨足が見えますね。ちょっと雨が落ちてきてる感じの、風景が見えますんで、ちょっとこの山沿いの方では雨もしくは雪になってるんじゃないかという感じでございますね。近畿でも滋賀県内、京都の北部、兵庫県の北部ということになるともうね雪です。滋賀の方のあの通行止めとかトラックの立ち往生とか大変だったみたいですけどね。いやもうやっぱり、でも滋賀県ではどう雪って慣れてるんじゃないのね。そこに備えてなかった車が入って立ち往生になったんだろうか。まあ、でもあのまあ今冬休みの時期じゃない。で僕が子供の頃おふくろの里にね、当時は兵庫県三方郡村岡町っていうところだったんだけども、神鍋のちょっと西側になるのかな、豊岡の北西氷ノ山とかで、あともう日本海の霞まではあのカニの漁港ね、車で1時間ほどみたいなところなんだけども、もうそこはねもう普通に雪国だから、もう行けば雪化粧でした。お正月ね帰れば。だからあの頃は雪って割とね降ったし、小学校の頃は雪で、校庭や中庭が覆われたことってしばしばあったよ、一冬に。でそこで雪だるま作ったりしましたもんね。今そういうことがなくなった、その辺がまあ地球温暖化ってことなんでしょうか。まあ、それにしても今回は、数年に一度の寒波という表現をニュースではしていますね。数年に一度、最近あの夏の大雨っていうのは、数十年に一度の大雨という表現をします。今度の寒さは数年に一度の寒波ということで、まあ、それでも寒いということなんですね。まあ、その中で今日は花園は1回戦、まあ、51校出てますんで、まず32校の矢倉に変えないといけないんで、初戦で19校姿を消すことによって32校の、このトーナメント表ができますので、まずその19校をなくすために19試合やるのね。つまり皆さん、51校が参加します。トーナメント、ノックアウト方式、さあ何試合行われるでしょうか。もう一瞬にして分かるよねこの答えは。51校が出ています。で1試合に1校ずつ負けます。優勝は1校です。つまり50校を、負けさせる必要があるということは、1試合につき1校が消えていくわけだから50試合ということになりますね。ですから100校が参加するノックアウト方式トーナメントであれば99試合行われる、まあ、敗者復活戦や3位決定戦がないということに限ればね、そういう形になりますね。だから今回も51校が登場する高校ラグビーですから、優勝するのは1校、50校が敗れます。1試合に1校敗れていきます。だから50試合行われる、簡単にできますね。これをなんか難しく考えてると時間かかるんだけど、だからまず32校という矢倉にしていけばいいのだから19校、が、そこで姿を消すということで、1回戦19試合行われます。その、昨日8試合行われましたので1回戦、今日は残り1回戦の11試合ということになりますね。はい、というわけで今日は雲が多い。昨日はねあの快
快晴だったんだけども、今日雲が多い。昼からどうなるんだろう。相変わらず風も冷たくて。でもね、煙突の煙を見ると、面白いね。近くの煙突は割と真上に上がってるんだけど、その向こうの舞島の方の、煙突は、かなり真横に煙が、なびいてるというか、それを見ると、あれ、場所によって、風向きや風の強さが違うんだなという気がしますね。面白いね。今ちょうど一番近くにある煙突はさ、右側になびいてるでしょ。で向こう側の、舞島の方にある煙突は左側になびいてる。だから、煙が今傾いてる方向は違うんで、風向きが違うんだね。全く逆だもんね。面白いね。
なところが正直なところだったと思うのね。それがまあ本当に、リーグ優勝をして、クライマックスも勝ち抜いて、日本シリーズは負けたけども、頂点の舞台、頂点を決める舞台まで、行けたというね、そんなシーズン素晴らしかったですね。その2021年が暮れようとしています。で、まあ、今年優勝したもんで、来年に向けては、今年かなわなかった日本一というところを目指していくということを、まあ、言うんだけども、そんな軽々しく、連覇できるなんていうのは、思ってないし、大変なことであろうということはすぐ分かるんだけど、やっぱりでもね、今年勝ったんで、やっぱりそこはまた連覇目指して、今年到達することのできなかった日本プロ野球 NPB の頂点というところを、ね、目指していってほしいし、まあ、チャンスはもちろんあるわけで、だからずっと、最下位 B クラスにいた、チームが優勝するんでね、逆に言うと今年下位に沈んだチームが優勝する可能性だってある。パ・リーグは特にそういう傾向がある。セ・リーグだって、スワローズの前年は最下位、前々年もそうじゃない、最下位でしょ。そこからの優勝なんでね、それ可能性はあるんだけど、逆に優勝するチャンピオンチームが、下位に、落っこちてしまうっていうこともあるわけでね、だからまだ気を引き締めていかないといけない。ソフトバンクも黙っていないだろう、西武ももちろんそう、そしてマリーンズも2年続けての悔しさがありますからね、クライマックスファイナルで負けるというね、ファイターズはビッグボスが、指揮を取る、いろんな話題がある、パ・リーグ。さあそこでオリックスさんがどんな戦いをするかっていうのは今から楽しみだし、もうあと一月も経てばキャンプだよみんなというね、時期ですから。だってさ、日本シリーズが終わって一月よ。ね、そうでしょ、1ヶ月よ。あっという間に過ぎたでしょ。なんか気持ちがいい感じで、ああ負けたけども、なんかいろんな話題が取り上げられて、なんかオリックスの選手がよくニュースやテレビやに出てるな、番組に出てるなみたいなね、感じで、なんとなく心地よい、この、日本シリーズ後の1ヶ月、まあ、これが勝っていればもっと心地よかったんだろうけど、まあ、それでもね、その1ヶ月はあっという間に過ぎていった。それと同じか、もしくはそれよりも速いスピードで、この先1月が過ぎていくでしょうから、そうなればもうキャンプです。でキャンプになれば、まあ、試合はまだなんだけども、野球が始まるよ。野球が始まってくると、なんとなく今年もっていう感じになってくる、気持ちがね。でカズチューブのさあウォッチャーリスナーが戻ってくるんだろうか。なんでその登録者数減るんだろうね、不思議だわ。別にわざわざ消さなくてもいいのに。もうね、ツイッターのあのフォロワーの方はもう確実にこうちょっとずつなんだけど増えるんだよね。まあ、おそらく2022年になれば2万人突破するだろうなという感じになると思うのね。だから不思議だね。6650から今150ぐらい下がってるもんね。ピークから、あの数中は、まあでもいいです、頑張ってやります。はい、というわけで間もなく大阪高専に入って、もうすぐね、波除というところに入ります。の出口に向かっていきますが、その波除を降りますと、京セラドーム大阪が近いということですね。九条駅の近くの出口になりますが、そこを降りると、間もなく京セラドーム、前方の高い、タワー、なんとか見えますが、あれが大阪の弁天町ですね。弁天町、弁天町ってさ、環状線でいうと外回り、対象の次でしょう。そうだね、内回りもその手前で、内回りは手前で、ね、外回りとの次でということになるんだけども、前の高いタワーが、これが弁天町です。もうすぐ、右斜め前方に、京セラドームがあるというところ、出口、波を避ける
まさに波よけですね。昔この辺あれだったんだろうね、きっと、海でね、海というか、まあ、湿地帯でね、なんか波をよけるなんかがあったんだろうね、防波堤みたいなものがね、というわけで、ここを降りますと京セラドームということで、昨日のドライブバージョンは、ここ過ぎてから、環状線に入って東大阪線というところから始まりました。昨日この辺りで僕は花木号を抜いたということになるんですが、その波よけを過ぎてということになりました。今日も頑張って喋ってまいりますので、よろしくお願いします。今日の高校ラグビー、僕の担当は北国のチームの対戦の、を喋ります。札幌山の手、高校対、これは札幌山の手北海道ね、あと岩手の黒沢尻北高校、この2校の対戦を喋ることになっています。今日も行ってまいります。